はい、皆さんこんにちは。こんにちはって言ってもね、こんばんはの時間です。ただいまですね、2023年8月13日、午後9時20分ぐらいになります。はい、今日ですね、動画を回させていただいたのは、皆さんにお伝えしたいことがあってですね、回させていただいております。すいません。ですのでね、私が喋るだけです。いつものようにね、可愛らしい猫の姿が見れたりだとか、どっかに出かけましたよっていうようなね、そういったのは全くもってございません。大変恐縮ですけれども、お付き合いいただけると大変ありがたいと思います。はい、ということでね、ぜひ頑張って聞いていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、皆さんにお伝えしたいことはね、感謝の大切さっていうところですね。感謝ってね、本当に道徳の授業みたいですけれども、今日は道徳の授業をします。はい、今日ですね、何があったかというとですね、昼中にですね、中学校の同窓会を開催しつつしてきたんですね。で、まあ幸か不幸かね、私ずっと幹事の一端を一応こうね担っておりまして、まあそういったところでね、皆さんにね、本当にいつも開催してくれてありがとうとか、そういう風にね伝えてくれて嬉しいですとかね、そういう言葉をいただくんですけれども、その感謝っていうところをですね、こう改めてちょっと考えさせられるっていうようなね、出来事がありましたので、紹介させていただければと思ってね、動画回してるんですけれども、はい、っていうような、ね、今日はね、その出席してる皆さんからということでね、こちらにあるんですけれども、もうすみません、自分で笑っとって申し訳ないんですけれども、マグカップを頂戴しました。しかもね、マグカップの中にはこれ見えるかな、はい、感謝状っていうようなことでね、こうやって書いてあります。はい、これね、なんて書いてあるかっていうと、あなたはひたむきな情熱と深い愛情を注ぎ、私たちを固い絆で結んでくれました。よってその功績をたたえ、ここに感謝の意を表しますというようなことでね、幹事の人3人これを頂戴したんですけれども、すごいね、行々しい言葉でね、書いてあるんですけれどもね、すごく的を得てる固い絆、ね、感謝っていうところが固い絆をね、こう、作っているっていうようなところがね、書いてあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、感謝ってね、本当にね、感謝するだけじゃ、はっきり言って無駄なんですよね。感謝するだけでは、うん、っていうのは何かっていうと、私はね、所属している組織でもね、行動指針の中に4つのモットーっていうのがあるんですけれども、それが素直、勉強好き、プラス発想、感謝っていう感じであるんですけれどね、その感謝っていうところがね、もうちょっと深掘りをしていくと、ありがとうの言葉と思いを相手に伝えることっていうふうに書いてあるんです。伝えるっていうことが大切なんだよっていうふうにね、定義されてるんですね。で、なぜかというと、変な話なんですけど、ありがとうって思ってても、相手がにそれが伝わってなければ、私は感謝してないことになるんですよね。うん、でいうふうに考えるとね、感謝が伝わることがまず大切になってくるんだということが第一点ですね。でもう一点が何かっていうと、その感謝、じゃあなんでそんなに感謝が大切なのっていうような話なんですけど、これね、至ってシンプルな状態で、感謝っていうのから信頼関係が生まれるっていうのがあるんですね。でなんでかっていうと、こういつだったか忘れたんですけれどもね、こうアメリカの方でね、統計を取ったんです。全世界 の人をランダムにっていうような感じで、無作為に選んで、で、あなたが言われたいことは、一番言われたい言葉って何ですかっていうアンケートを取ったね、まあ、暇なアメリカ人って言ったらね、大変失礼なんですけれども、そういう統計を取ってくれた方がいるんですね。で、その答えがね、すごくシンプルで、ありがとうっていう言葉を求めてますっていうふうに答えた人が 85% を超えたっていう統計があるんですね。まあ、ありがとうっていうのは日本語ですんでね、それはそれぞれの国 のありがとうという言葉です。ダンケシェンとかね、シェシェとかサンキューとかっていろいろあると思うんですけれども、はい、そういう感じになるそうです。つまり人間はっていうとね、すごく構ってちゃうんで、ありがとうって言われたい生物なんだ。少なくとも全人類のね、85% はありがとうっていうふうに言われたいっていうふうになってくると思うんですね。で、っていうところでね、こうありがとうっていう言葉があると、簡単に言うと相手のことがポジティブに捉えることができるっていうことなんです。でいうふうになってくると、ポジティブなところ関係性っていうところからじゃないと信頼関係っていうのは生まれないですし、信頼関係のない組織っていうのはね、正直言っていつか潰れるもんだっていうふうに思っておりますし、でいうふうに考えたらね、感謝っていうのを当たり前にできて相手に伝えることができるっていうことって、人間としてすごい大切なスキルなんじゃないかなっていうふうに思うんです。ね、感謝、ありがとう、ありがとうって言ってるよっていう中でもルーティンになってたらね、相手には伝わってないことですし、まあ、そんなご家庭がね、こう世の中
どれぐらいあるのかどうかっていうのはわかんないんですけれども、まあ、それを深く追求するのはやめましょう。っていうような感じでね、とにかくこう、伝わらなければ意味がない。で、感謝っていうことをとにかく意図的にって言ったらおかしいんですけれども、伝えることを目的にしてはいけないんですけれども、感謝の気持ちが、ああ、出たっていう風になったら、それを自然にね、相手に伝わるように、こう、伝達していくっていうようなことはね、大切なんじゃないかなっていうふうに思います。今日ね、こちらをいただいたとき、いつもありがとうって言ってくれる言葉以上にね、本当に嬉しかったです。こんなにね、こう嬉しいコーヒー、早速コーヒー入れさせていただいておりますけれども、こんなに嬉しいコーヒーはね、本当に久しぶりのような気がしますね。出席していただいて、こんなものまで準備していただいても皆さん本当にありがとうございました。はい、というような感じでね、こうまたね、同窓会のメンバーに関しては、次回ね、5年後もまあ、このノリでね、こう久しぶりに再会できれば、元気に再会できればというふうに思います。楽しみにしてますんでね、また次回もぜひ、いい会作っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、で、あとね、この動画をね、こんな、こう、私が喋ってるだけのくだらない動画をね、こう最後まで視聴していただいた皆さん、本当にありがとうございます。少しでもね、皆さんの求めている動画っていうのに近づけていければなというふうに思いますけれども、はい、そんな感じでね、お付き合いいただければというふうに思います。はい、という感じでですね、動画の方を締めさせて、忘れてた。あとね、私の一番古い友人、幼稚園の時からね、付き合っているというか、こう、関係性ができているね、阿部くん、名前言っちゃったけどいいか。阿部くん、YouTube ショートの動画の作り方ね、伝授していただければ、いつでも、こう、伝授いたしますので、連絡いただければというふうに思います。またお会いしましょう。はい、という感じでね、動画の方を締めさせていただきます。ありがとうございました。